超だいいタイミングだったいいですね来ましたね。さあ 1P 側が響き、そして 2P 側がジョン・竹内、日本人同士の対決となります。リリー・ラシード、どのような展開になるのかみんなで見ていきましょう。お願いします。お願いします。お願いします。先に風をまとえるのがどっちなんだと思うという対決ですが、さあ響き、おっといきなりの台風、響きが距離詰めてますね、うん、さあ風2個、あ、これ確定ですね、風ためんのを見てドライブラッシュで、なるほどなるほど、はい、反撃しました。なるほどなるほど、ポカモカン予定上に上げた時点でもう、そうですね、はい、まだ風はある。さあただ台風2回目出た、そして押し込んでいるぞ。さあ風を失ってはいるが、響き、お、ここはシミを匂わせて、ジョン押し込みたい、そして響きは風1個、1個あるからね。さあリバーサルで確実に自分のターンを持っていく、壁なしの拾い直しは難しかったが、ジョン風がないリリーに対して、おっと、これは乗れなかった、今乗れなかったですね、風に強化ミキサー打とうとしたんですね、来てると思ったんですけどね、有利フレームが取れるはずがスカってしまうという形になりました。さあこれで1ラウンド目先制したのは響き。さあこの状況はリリー地獄に近い、地獄ですねかなり厳しい状況です。うまい、わ、めっちゃうまい、差し返し、しゃがみ強パンチ、風の精霊の力が欲しい。さあ中段タクはしのいだが、まだ止まらない、ラシードの画面端入れっぱ。さあなんとか脱出成功。このリリーに対してそのサイクロンからのこの中段タックあるじゃないですか、テイクダッシュ、あれがリリーってタッチアップパンチの発生が遅いから返せないんですよ、止められない、なるほど、それがあの明確に刺さってますね、リリーに対して、いい距離で攻めましたね。さあこれで11、そして SA ゲージも両者3つ抱えてる状態での1セット目最終ラウンド、うん、さあうまく画面端を背負わせることに成功しているのは響きですが、風がなくなったのを見てリバーサル、そして上からかぶせた、さあここで来た、さあイーグルスパイク、うわー痛い、痛い、そして痛すぎる、イーグルスパイクからここで置き攻めもついてくる、バックステップ、ここでスーパーラッシュのピクシブ、マジで強えな、ユーサールがマックスに機能しましたね。一番痛いまである、はい、一番痛いでしたね。中段食らうとマジで減るんで、ハニカンでした。さあこれでジョン、まずは1セット目勝利です。お、いいですね、シャミコパンチで、なるほど、あの距離ならシャミコまで返せるんですね。さあしかしここはジャンプかぶせられてしまいました、画面端です。2個風をまとってはいるが、響きどこで出す、さあここだ、押し込んでいく、さあここで前ステップとどまりましたが、2個、ジョンもリードは取れているが、フェイントだ、ワール見てからそのコンドルスパイで抜けてくる可能性があるんで、はい、今サイクロンでフェイント入れましたね。うわー、あっとここはラッシュ攻撃に対してのジャストパリを決めてイーサル、さあ先ほど難しかった対応ですが、ここでは玉抜けを最大活用、いびき、その風が溜まってる状態の OD 版のみ溜め向きがあるんで、はいはい、これ抜けることができますね。この状況であればイーサルでも抜けることができると。さあジョンに対してまたしても1ラウンド先制したいびき、2セット目、アサルトから有利で突っ込んでくるジョン、リバーサルで返すがドライブゲージ状況はジョンが劣勢、うわきついな、あっと飛びが通る、どちらか分かりづらい、今のは落とせないですね。さあ亀端です、おーっとバックステからのタイム、いった、さあここはもうバーンアウトしてでも切り返しを行いたいというジョンでしたが、ゴリゴリ、しかしここは止まりません、削りサル、今のはそのバーンアウトしてもいいから D リバしてからユーサールを打つっていうプランだったんですけど、わずかにゲージがたまらなかったですね。さあ11、早速ためたぞ。さあここで風ストックがない状態で触れてしまった、まずいですよ、響き、おお、ジャンプ、いいジャンプ、
しかし投げが匂ったところは押したので大パンイグスパイクと大ダメージ。うまい、当たってはしてないな。さあアサルトから進行してきたところはうまく暴れましたが、投げに行ったのを割り込みましたね。メキシカン台風はスカってしまう。さあジョンが1ラウンド先制、ラシード目線ではかなりいい形で取れましたね。そうですね、ゲージも今いい感じですね。何か当たればユーサールにいけると。さあ来たぞ、逃げ石溜まっている。さあ風ストックは放ったが、ただ台風を当てたことで、いやいい選択だな、作れそうだったんですが、ね、風がない。さあこれ受けるしかないぞ。うまい、投げ一発、あー踏んでしまった、ね、おっと2発目が当たらなかったが、しかし置き攻めでやはり通常投げに寄ってくるところ、やっぱりリリーがかなりその防御が弱いんで、うん、結構勝負の投げ抜けしてる場面が多くて、まあ、ジョンがそれ読んでますね。あとやっぱりそのリリーってガードさした後に D リバ確定する技が多いんで、はい、D リバしてからユーサールするっていうプランがかなり、はいはい、ラシード側は一方的に持てると狙えてますね。あ、これフェイントですね。これワールド見せかけてサイクロンにすることで、はい、タブ的じゃないサイクロンで勝つことができます。あ、さあこれバーブしてしまっています。エビキしかし強化はうまくウィーレッパで避けていたのでインパクトが使ってしまう。これ返せないですね。さあこの状況は削られはしますが、崩れなければ、うん、投げ一発で済んだバート。しかしまだ風がない。さあジョン目線ではこの状況は確実に決め切りたいところですが、逃げた、ジャンプ。さあ風を絡めたところを見て、ね、ちゃんと見てますね。前突っ込んでくるか、またしてもシミ。やっぱコンドルウィンドウに対する対策がうまいですね。しっかりラッシュを合わせていきます、はい、もう中距離でのコンドルウィンドウは許さないぞという。そうですね、はい、ちゃんとそれを咎めれる距離にいますよね、常に。うまい、ここも対策してる。ここもそうですね。あ、すごいな、徹底してるな。さあ対空も出ます。ジョン、ゲージ状況は3ゲージも見えている。ジョン響き、風は一つストックできているが、さあこの状況地獄だ。リサル、さあ風が残っているところはここは有利すぎた。早かったですね、少し投げが。お早らしい。ユサールはしのいだ響き、そして画面端を背負わせています、うん、お読みがしたいですね。いや、うまい。じゃあしかしラッシュ投げ、後ろ投げで切り返した。さあ再びユサールを見える、そんなゲージ状況です。風がないんでね、ワール打たれやすいですね、この状況は。さあまたしてもここでいい、それかー、パニカンでしたので追撃ができます。追撃が、お見事。